ただいまご紹介いただきました藤原達志と申します。よろしくお願いします。今日は京都からやってまいりまして、松本市は実は人生初上陸になります。でちょっと今早めに着いたので散歩させていただいて、いやすごい雰囲気で素敵な街だなと思いながら歩いておりましたが、私自身はですね京都の大学に勤めておりますけれども、生まれたところが北海道の旭川市というところで、盆地ですね。でそこで水田稲作が盛んなところですけど、そこで生まれて、2歳の末になって島根県の出雲市というところに引っ越しまして、それが親父の実家だった実家があるところですが、でさらに山奥に親父の実家のある奥出雲というところに引っ越して京都に来たという感じで、いろんなところをあちこち、来てますけれども、今回この、松本でこういう形でですね素敵な本当に美しい街でお話しできることをすごく誇りに思ってます。まずこのチラシなんですけど、食との歴史から現在の危機を考えるというタイトルでお話をするんですが、お配りしたレジュメがなぜかウクライナ侵攻についてっていうふうになってますけど、これは私の間違いなので、食と農の話は必ず出てきますので、それまでちょっとお待ちいただいて、ちょっと途中食と農じゃないところも出てきますけど、ちょっと我慢していただきたいのと、あとこれ僕事前にいただいてチェックしてなかったんですけど、私社会学者じゃなくて歴史学者です。すいません、いやこれ僕が見せておけばよかったんですけど、歴史学研究者でして、要するに過去のことにをずっと研究する人です。ですから最初に申し上げますけれども、よくその藤原さん現在今起こっていることをどうお考えですかって聞かれるんですけど、基本的に私そんな現在起こっていることについて何か的確なことを言えるわけではないんです。ただ歴史をたどってみると意外にこうなんて言うんでしょうね、冷静になって今のことを見れるっていうことはあると思いますので、そういう意味で今日すごい若い方も来ていただいて、とてもやる気満々になってますので、ぜひ若い方に歴史学の楽しさ面白さっていうのを伝えられたらなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。で、今日はですねものすごい分厚いレジュメを用意してきました。お配りしたレジュメ10ページになります。でそのレジュメに沿ってお話ししますが、折に触れてですね地図をご参照いただきながら、見た方が分かりやすいことがあるので、1ページ目と9ページ目をですねちょっと見ながら、どんどんいきたいと思います。じゃあまずそうですね、今日京都からもお越しになったり東京や山梨からということで、ちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいですけど、こんなにたくさんのところから自己紹介からお話をします。で、今までですね14冊の短調を書いてきましたが、基本的には食べ物ですね、それから農業、2つの世界大戦、第一次世界大戦と第二次世界大戦、ご存知でしょうか。2つの世界大戦、それからナチズム、このあたりが私の一番関心のあるところです。で一つだけもし例えば全日本歴史学クイズ選手権というのに出るとしたら、多分ナチズムの部が一番私強いと思います。実は食と農というよりはナチズムの方が一番知識があると思うんですけれども、ただ単にナチズムを研究するだけじゃなくて、私たちの身近にある食べ物ですね、僕は食いしん坊であるという理由が100% なんですけど、その食べ物からこのナチズムとか暴力の問題、戦争の問題を考えてみたいというのが私のとりあえずの考え方です。とともにちょっといろいろ気が多い人なので、歴史哲学というんでしょうかね、哲学のも書いて研究してます。でそれが分解の哲学という本がをこの前書いたんですけど、これも要するにこの世界っていうのがあまりにも生産っていう言葉ですね、作るとか生産っていう言葉
ばっかりで作ることが一番。子どももあれですね、あの例えばあの生産力がないとかですね、そういう生産力があるとか、の論文とかも生産力があるないとか、何にもかんにも生産力という言葉に、あと国の何でしょう、国のあのランキングも国民総生産という感じで生産力で決められている世の中がちょっと生きづらいなと感じて、でもなので、いや作ったものちゃんとゴミになるし分解されて地球に戻らないとこの地球成り立たないでしょうということが頭の中にあって、まあ農業の歴史を研究しているのにどうしても肥料を土に戻してもう一回植物の栄養にするという循環について考えてますが、まあそういうふうな分解というところ、ゴミとかボロとかクズとか肥料とか排泄とか皆さんが目を閉じてしまいそうな部分からもう一回歴史を考えたい。で今日私が尊敬する小出さんいらっしゃるのでちょっと緊張してるんですけど、 まさに放射性物質、放射性放射原発で出てくるゴミっていうのは全然分解されないわけですね。すごい時間をかけて、残り続けるわけですけれども、そうではなくてこう地球の分解者たち、ミミズや微生物たちがどういうふうにものを分解して、私たちの海や地球土地に返していくかということからいろいろものを考えた哲学の本です。でちょっと脱線しますが、私の本、私はもうほとんど脱線続きで、だいたいこういうお話をさせていただくとですね、一体いつになったら本題になるんだということをよく言われて、最後の、ね、アンケートのところでも始めが長すぎるっていうお叱りを何度も受けてきたんですけど、今日もそんな感じであっちこっち飛びますけど、文化の哲学はですね、割合面白かったのは歴史学と研究者以外の人がですね、呼んでくださったんですよ。例えばね、オランダの、アート、あ、ごめんなさい、オランダの服を、ファッションのデザインとか、あるいは世界のファッションの動向を研究する方にですね、の前でちょっと英語で発表、英語じゃない、日本語で発表したのに英語訳にしてもらった時に、いやこれ面白いって言われたんですよ。でどうしてかっていうと、今皆さんが着てらっしゃる服ですよね、洋服、この洋服っていうのはものすごい量が、捨てられてるんですね、しかも着られないまま、一着も袖を通されないまま、あ、一回も袖を通すことなくそのまんま捨てられている服が世界中にものすごいあって、でそれがアフリカの砂漠とかに援助という形で送られるんだけど、ほとんど着ないので結局砂漠に捨てられているという状況があるあります。でパリコレクションとかミラノコレクションって聞いたことあると思いますけど、まあ、そういう有名なファッションショーに合わせて全世界のデザイナーさんがいっぱい服を作られて、それをもとに全世界のアパレル業者がいっぱい服を作るんですけど、まあ着ては捨てられる、あるいは着ないで捨てられるという状況があって、でそれにも吐き気を催している人たちが僕の分解の哲学っていうのをすごくこれ服に使えるっていうことで言っていただいてます。もちろんフードロスに関心する食べ物を捨ててる人ですよね。その食べ物、私たちも食べ物をいっぱい捨てることでしかこの食べ物のシステムを成り立たすことができないわけですけど、その食べ物のフードロスをなくしていこうという運動をされている方もやっぱりこのこと、この話を考えてらっしゃる、考えてくださったり、あと建築家ですね、建築家の方もやっぱり壊れない建築じゃなくてちゃんとこう土に還る建築っていうのを考えたらどうかっていうことで、ものすごい多くの建築家の人とお話を今までさせていただいたり、あと今日もメールが入ってましたけど、東京芸大の建築の子とかがやっぱりぜひお話聞きたいということで、やっぱりこういろんなジャンルにこの分解、生産じゃなくて私たちがこうほどいていくもので、ほどいて植物の栄養にしていくもの、まあ、こういうふうな世界観の下で、まあ、いろいろものを考えたいなと思っている人間です。でこの話はほとんど今日と関係ないんですけど、ただどっかでですね、皆さんとこうの日頃の実践や、まあ、暮らしとつながっていけばなというふうに思ってますし、そもそも私の歴史学のスタンスが大きな有名な人間から歴史を見ていくんじゃなくて、日頃の毎日のこう
暮らしとか食べ物とかそういうところから考えていきたいというふうになってます。はい。で、その自己紹介に一番左にパンダがいるんですけど、これは私ではなくてですね、あのパンダの下の方に私が埋もれてるんですけど、このパンダの話から始めたいと思います。まあ、ここから本題です。去年の8月から9月ですね、ちょうど私はポーランドの、ワルシャワというところに行きました。でその後セルビアじゃなくてクロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナという旧ユーゴスラビアを回ってスペインを回って、帰ってきたんですけど、まあ、研究の資料を集めに行ったんですけど、このポーランドのワルシャワという場所は、ウクライナまでほんのちょっとです。もうほんのちょっとでウクライナに接しているというのは地図を見てわかると思いますが、そこで、いろいろな資料を集めて、ウクライナのワルシャワの大きな広場でうろうろしてました。でそしたらですね、私の 1.5 倍あるぐらいのパンダがですね、私に衝突してきたんですよ。こうやってトコ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 って歩いてドーンって言って、で私はほとんど転びそうになってかなりびっくりしたんですけど、その時にパンダがですね、金よこせって言うんですね、こうやって。でいやこれなんか新手のなんかこうヤクザなのかなと思ってちょっと警戒したんですね。でもいやお金欲しいんですって感じでこうでそしたらこう募金箱を見せるわけですよ。ここに入れてくれ。でもう皆さん大体お気づきだと思いますけど、この募金箱はウクライナのためにウクライナでから逃げてきた難民の人たちのための募金で、こうやってパンダの服を着てこうやって着ぐるみを着てこうやって私にこうお金をねだってきたわけです。こうやって募金をしたらじゃあ一緒に写真撮っていいよって言われて写真を撮ったのがこれなんです。はい。でポーランドにとってですね、私たちはつい歴史っていうとヨーロッパっていうとドイツ、フランス、イギリスっていうイメージがあるし、旅行に行く人気が大体その辺ですよね。パリに行った、ベルリンに行った。でもそこだけ見ていてもウクライナ今起こっていることは多分9割も分かりません。もう小さな国、そういうところから、あるいは間に挟まれている大きな国の間に挟まれている国から見ていかないと、おそらく今回起こっていることはほとんど分からないというのが今日のメッセージです。はい。これが今日結論です。ドイツとか行っても何も分かりません。後でドイツの批判しますけど、フランス、パリ、ロンドン、ニューヨーク、大きなことが起こってる、大きなニュースが流れてるけど、そこに行っても本当の本当のところは多分あまり分からないと。1割2割は分かると思いますけど、そういう目線をぜひ皆さん持っていただきたいというのが今日のメッセージです。はい。あとはもうほとんどその補足です。で、ワルシャワでどうしてパンダがいたのか。当然ウクライナは男性はですね、戦争に駆り出されているので、女性たち、子どもたち、お年寄りたちが国境を越えて皆さん難民になりました。でその時に、どこよりもウェルカム、来てくれこっちにと言ったのはポーランドでした。でこれは歴史的には本当にびっくりすることです。ありえないことですね。どれぐらいありえないかっていうと、ポーランドっていう国はもうウクライナと第二次大戦の後もう血みどろの虐殺をし合っている、もう犬猿の中の国なんですよ。宗教も違いますよね。ポーランドっていうのはキリスト教のカトリックですよね。カトリックの方で、ウクライナの方は、まあ、いろんな宗教ありますけど基本的にはウクライナ正教、正教徒です。ですから全然そのいろんな文化違うんだけど、今回はびっくりする。ウクライナの人に通訳の方と一緒に歩いたんですけど、その通訳の方が今回は本当に驚いたって言ってました。こんなにウクライナの人ウェルカムっていう、びっくりしたっておっしゃってて、でその理由は何かというと、ポーランドもまたこのロシアのものすごいプレッシャーを受けて今国家を運営している状況で、ワルシャワの人々もやっぱり脅威を感じているところだった。でもしウクライナが、ロシアに、攻撃占領されたら次はもうポーランドだと、ウクライナは次のポーランドだということを強烈に意識していた。でもうこれはもう人事ではないということで、ものすごい量のウクライナの難民の方を、自分たちの家にかくまったり、面倒を見たりしたんです。で私が行った8月の段階ですね、だから戦争が始まって1ヶ月経って、1ヶ月半年経った後でさえも、ワルシャワ駅ですね、つまり
まあ、今日本でいう東京駅のど真ん中にウクライナ難民センターの、あのウクライナの難民の方のための窓口が設定されていたし、ちょっと行くとテントがあって病院があの設置されていましたし、至る所にご飯が食べられるあのテントとか、その食堂が、ウクライナの人のための食堂があったりして、ものすごい量のウクライナの人があのこのワルシャワとポーランドに逃げてきました。で、そういう中であのもちろんこの多くの人たちがボランティアでその受け入れていくわけですが、その中にやっぱりお金が必要だ、どうしても援助が必要だということで、まあ、こういうパンダが出てきていたということになります。はい。で、まあ、そういうことですので、今日のお話の問題を見る視点というのは、いつも私たちは攻撃する側をつい見てしまいますが、攻撃される側の視点、人々の視点、それから統治する側についてつい考えてしまいますが、むしろ統治される側の視点で、今回のことを例えばどっちもどっち、まあ、これは戦争始まったからどっちもどっちだというふうに投げやりになるのでもなく、あるいは正義のウクライナ、悪のロシアというふうに善悪二元論になるのでもなく、その上でロシア侵攻というのを批判していく、そしてその上で、今日ここに書いてないですけど、イギリス、ドイツやアメリカやそれから NATO が今あの陥っていると言っていいと思います、陥っている思考というものを批判していく、それがあのこの日本でできていない、その日本がそれができていないということへの批判もあのお話ししていきたいと思います。それはつまり英仏独ロという大国史観から、まあ、脱却していこうということになります。はい。じゃあ2ページにを開いていただけますでしょうか。で、あの今回のことは小さな国から見なきゃいけないというふうにお話をしましたが、そのためにもやっぱりその100年、せめて100年、できればあの500年、あのウクライナのことであの書いたんですけど、歴史をから考えていきたいと私は思います。で、中学生高校生の方がおられるので、あのちょっとなんていうか、そのメッセージも込めて言いますが、例えば、ね、皆さん悩みとか抱えてますよね。中学校や高校や小学校や、もちろんあのどんなにあの年を取っても悩みを抱えるわけですけど、その時に、結構ね、歴史をたどると解決がこう近くなる、あるいは解決にならなくても助走をつけてものを考える、今起こっていることで考えようとすると頭ががんじがらめになるけど、じゃあ2時間前はどうだったか、1日前はどうだったか、1週間前はどうだったかっていうふうにちょっとずつこう助走をつけて考えると良くなるということがあります。まあ、これは私の短い人生経験であるわけですけど、これが歴史家の姿勢です。歴史研究者の姿勢なんですね。で、私は少なくともやっぱり100年前まで戻って今回の問題を考えたいと思います。で、そのために必要な本をいくつか、あの3冊から4冊、今日はあのまずご紹介、2ページでご紹介します。1つ目はマーク・マゾワーという人の暗黒の大陸、ヨーロッパの20世紀という本です。私はあのマゾワーのファンなんですけど、マゾワーはギリシャ、ギリシャっていうのはあの後で地図見ていただきたいんですけど、南欧 の、 あの国ですが、その近現代史の専門家です。で、このであともうあのバルカン半島といいまして、この地図でいきますと、このクロアチア、セルビア、ブルガリア、ギリシャ、ルーマニア、ハンガリーというこの辺のあたりの国 の、 あの研究者です。で、この国、いつも私たちは西欧ですね、フランス、ドイツ、イギリスっていうのを考えちゃうんだけど、ヨーロッパ史は実はこのバルカン半島をちゃんと見てないとかなり誤った見方をしてしまいます。第一次世界大戦という戦争があったという話をしました。100年前、1914年に始まって18年に終わって、2000万人ぐらい の、 あの人たちが一気に亡くなり、その半数は戦闘員ではなかったという、まあ、強烈な戦争でした。で、この第一次大戦も実はスタートは、起こった場所、あの第一次大戦のスタートはドイツでもフランスでもロシアでもイギリスでもなかったですよね。今のボスニアです。ボスニアヘルツェゴビナというところで、これは9ページに出てますけれども、このサラエボという首都であの起こったあのオーストリア皇太子 の、 あの暗殺事件から始まっています。なんでこの大事な戦争、第一次大戦という世界を激震させた戦争がこのバルカンから始まっているのかということもあのを考えて
行くのも今日の課題になります。で、実はバルカンのことを理解すると今回のウクライナのことがちょっと今までと違った見方で見えてくるというのが今日のメッセージです。で、このマゾワーさんのものの見方っていうのはこういうことなんですね。こういう小さな国の歴史を見ていくと、ナチズムと呼ばれる現象、つまりヒットラーが率いてドイツで1933年から45年まで起こったあの虐殺ですね。私はもう絶対に今でも許すことができないことをやったわけです。例えばそれは身体障害者や精神障害者の人を生きるに値しないという信じられない言葉を使って安楽死をさせた、あるいは餓死させたということです。そしてさらに同性愛者、同性愛者は生産力がない、ね、これは今のどこかの党の方も言ってたと思いますが、子供を産まない、あるいは家族秩序を乱すということで同性愛者を収容所にぶち込んだのもナチズムです。そしてユダヤ人をですね、全く劣等な人種だということで農業に対し、農業を土地に根ざして動かないで、あ、すみません、土地に根ざして仕事をせずひたすらお金ばっかり計算しているというレッテルを貼ってユダヤ人を、まあ、いわば虐殺に追い込んだということ、そしてスラブ人を下等人間と呼んで後で言いますがものすごい虐殺をしたということで、まあ、とにかく私はいろんな意味でナチズムは今の視点からも許せないし、今がナチズム化していることに対してかなり批判的に捉えたいと思うんですが、このナチズムという現象はこのギリシャの研究者からすると西洋のヨーロッパ史の主流にしっかり当てはまるっていうんですね。これ難しい話ですけど、どういうことかというとナチズムを作り上げた例えば人種主義ですね、それから優生学、それから計画経済、テクノロジー進歩、それから身体的に劣っている人間への差別、これはナチズムが生み出したものではないんですね。もっと言うと強制収容所と呼ばれる自分にとって都合の悪い人々を収容所に入れてそこで管理するというやり方もナチズムが発明したわけではないんです。20世紀の始まりにイギリスが発明したボーア戦争といいますが南アフリカの戦争で作ったり、あるいはメキシコで作られたものが最初ですから、スペインが作ったのが最初ですから、これも実はイギリスやスペインの流れを組んでいます。優生学もイギリスやフランスの優生学者、人種主義もオーストリアやイギリスやフランスの人々のを引用しながらナチズムはそれを盗んで作ってきたわけです。マゾーワからするとナチズムというのは遠く彼方からピューッとこうロケットに乗ってきて宇宙人のようにドイツに降りかかって、そしてヨーロッパを暗黒に陥れた宇宙人ではないと、ヨーロッパの内部から来たんだということがマゾワーの一番言いたいことになります。これもまた後々ご説明したいと思います。で、だから先ほどのポーランドの話ちょっと帰りますけど、ポーランドで私の通訳をしていただいた方がすごく怒っていたのは、なんで日本人はあのことを語るのにナチスナチスっていうの、ドイツ人じゃなくてっていうわけ。ナチスってドイツ人の人たちが多かった、ナチスと信奉してた人はナチスを作ったのはドイツ人じゃないの、もちろんこれはポーランド人なのでポーランドから見た見方なので、そのポーランドからするとナチスっていうことはドイツ人を免罪することだっていうふうに彼女は言ってました。だから僕はまあナチスドイツって言葉をよく使いますけれども、ごく普通の普段夫を愛し妻を愛し子供を愛するごく普通のドイツの人たちがごく普通にヒットラーに選挙に投票したというこの事実っていうのはやっぱり私は見逃すことができないと思います。でその理由は、そのヒットラーの人種主義に熱狂的に賛同したというよりはもっと経済的な切実とした理由でした。どういうことかっていうと、例えばこれ今脱線中です、すいません脱線中です、どういうことで今脱線中です。例えばですね、私は農業の歴史、農業からナチズムを見るという研究をしていると申し上げましたが、例えばドイツのですね北の方にデンマークという国がありますが、デンマークの根元にシュレースビッヒ・ホルシュタイン州という州があります。ホルシュタインって言葉どっかで聞いたことありますよね。ホルスタインっていう牛乳の牛のあれですけど、
このここはですね、世界恐慌がナチスが登場する前にものすごい世界恐慌が起こって、でみんな失業者が大量に街に流れ出てホームレスになったんですね。でベルリンでもたくさんの人がここに札を下げて、私は大工ができます、私は左官ができますということで必死に職を探していた時代がありました。これが1929年から1930年ぐらいで、ヒトラーが政権取るのが33年ですから、この3年間においてですね、このシュレースビヒ・ホルシュタイン州の人たちもものすごい大変な思いになったんです。これなぜかというと、乳牛ですよね、牛からお乳を絞るために当時からすでにものすごいたくさん機械を購入しないとダメだったんです。で機械っていうのは都市から購入してるんですけど、これがめちゃくちゃ高いので、今の北海道の酪農家もそうですが借金して買ってるんです。ところが世界恐慌が起こって借金が返済できなくなると、担保にしていた牛とか家を全部銀行にもぎ取られるわけです。で銀行はどこから来るかっていうと大都市からやってくるわけです。でシュレースビヒ・ホルシュタイン州の人はこれはおかしいと、みんな苦しんだのになんで俺たちの大事な牛が銀行家に取られていくんだっていうことを言った。でその時に選挙で農民こそがこの国の中心だっていうことを言った唯一の党、これがナチ党でした。共産党や社会民主党はそういうセンスがありませんでした。残念ながら農業や農民というところがどれだけ大事かっていうことに対して深い洞察がなかった。ナチスは、ちょっとここは専門ですけど、リハルト・バルター・ダレーという家畜の育種を研究していた農業専門家や、あと後に収容所の責任者となるハインリヒ・ヒムラーというこれも農業の専門家なんですけど、かなり農業に詳しい農本主義者たちを中心に高官に据えてました。でそういうふうな人たちを据えてたので、私たちは農民の味方ですということで農業の農民票をかなり多く得たんですね。でナチスは結局その世界恐慌のあと第一党に上り詰めたのも実は農民票を得たからです。それはで話を戻しますと、要するにですね、そういう感じでそのナチズムに投票した人たちっていうのはもう暮らしが辛くて辛くて、ここなら打開できるかもっていう感じですね。あとベルリンでも彼らはスープを用意して、もうこんないかついおっさんたちですよ、おっさんたちがスープを用意して毛布をホームレスに配りました。であなたたちはこれは悪いのはあなたたちじゃないと、失業したのはユダヤ人のせいだ、金融資本のせいなんだから、あなたたちは決して悪くないということで、まあ、石原軍団みたいにこうスープを配ったわけですね、冬に。でそれがかなり受けたわけです。で、もちろんその時に私たちが見落としてはいけないのは、ホームレスといってもそれは当然ドイツ人だけなんです。アーリア人だけで、スラブ人やポーランド人ですね、ロシア人やあるいはユダヤ人のホームレスの人はそこには入ってこないわけですけど、まあ、そういうふうに貧しい人への目線と農民への目線っていうのを歪んだ形ではありますが持っていたナチズムっていうのはやっぱりどっか私たちの延長としてあるというふうに考えるべきではないかというふうに思ってます。だから、まあ、これもちょっと結論の一種ですけど、やっぱりこのファシズムとかナチズムとか今起こっていることっていうのを遠くにあって、何かこう上からやっぱりこれプーチンのあれだよねっていうふうに分析することは簡単ですけど、やっぱり私たちの内側から学んでいかなきゃいけない、しっかり分析していかなきゃいけないと思います。でそう考えると今のプーチンのやり方もヨーロッパ史の主流にしっくり当てはまると思います。例えばミサイルを撃って誤爆って言いますよね、誤爆だった、これは別決してもう常に軍事施設しか撃ってないんだけど、たまたまこれがちょっと外れてキーフですね、キーフの近くの体育館に着弾しただけだっていうふうに言いますけど、これを聞いた時になんていうことだロシアって僕は怒りますけど、そういえばでも同じようなことをかつて聞いたなと私たちは思うわけです。 NATO が空爆をした時に、例えばコソボを後で言いますけど、セルビアを攻撃した時にあれは誤爆だったごめんなさい、イラクを空爆した時にもいや誤爆で子供が死んでしまってるのは分かってるけどあれは誤爆だったって。だからプーチンはある意味、これは橋本信也さんという歴史学者が私に言ってたんですけど、アメリカやヨーロッパがやってきたことのパロディのような形で今いろいろな
あのことをやってるようにも見えるわけです。で、サイバー攻撃、ドローン攻撃、あるいは情報攻撃、こういうものも今世界で最も盛んなのはあのロシアでも中国でもなくてアメリカです。で、そういうふうなやり方をロシアが、まあ、サイバーやあのそういうふうなやり方で攻撃を仕掛けていますし、プーチンでさえこういう欧米のやり方を真似ることでしか欧米の価値観に対抗できていないというふうな批判もまあ可能ではないかというふうにも思います。で、そういうふうにそのいわば西洋、私たちの頭の中にこうカチンってはめられているある種欧米の歴史観というのをちょっとこうカチャッと外して一回ものを見てみるということが重要だということです。ただ一方であのコンラート・ヤロシュというあの大変著名なアメリカの歴史家が最近怪人の中からという本をあの出されました。で、これこの前今朝日新聞で私書評委員をやってるんですけど、この朝日新聞で書評したですごい2巻本でもものすごい、全部足して800ページぐらいあるってもう大変だったんですけど、この本ではいやしかし、まあ、確かに欧米がやってきたことっていうのには特にヨーロッパがやってきたことはあの非常に反省すべきところは多いんだけど、だけどあのそれを欧米っていうのはやっぱりダメだ、ヨーロッパっていうのは全然ダメだっていうことで捨ててしまうのも心もとないと。ヤーラオ氏はその欧米ヨーロッパのやってきたことの中にあったかすかな希望みたいなものもちゃんと拾うべきだという議論もあります、はい、ですからあのそういう意味で今日答え出ないんですけど、もちろん答え出ないんですけど、いろいろ悩みながらですね、私たちなりのこの今現場にいる松本氏にいる皆さんの立場でやっぱり自分なりの歴史観を身につけて今の現象を見ていくしかないということになります。で、同じマゾワーがバルカンという本をあの書いてますけれども、やっぱりこれもあのこういうあのあれですね、欧米の視点に寄せた視観からするとどうしてもこの NATO というものがですね今正義の味方になってきてしまっているんだけど、この NATO をちゃんと客観視できる視点が必要じゃないかということが見えてきます。だって NATO っていうのはもともとどうやってできたか、ね、あのこれは中学校や高校で習うわけですが、もともとはソ連および共産主義圏に対する対抗としてできた軍事同盟ですよね。アメリカやが後ろ盾になってヨーロッパをあの自分たちの陣営の中でこう防衛するというのが目的だったわけですが、じゃあなんでソ連が崩壊した1990年に NATO ははいじゃあこれで任務完了って言わなかったのかという問いがあるわけですね。主な敵がいないまんまこうずっと NATO は戦争をあのずるずるとべったりと言ってる間に、結局、1990年代に非常に問題になったユーゴスラビアの内紛戦争の中で、NATO はあの国連 の, あの許可をある種得て、セルビアですね、あのに空爆を、そして、コソボに空爆を、したわけですけれども、これで多く の, あの一般の方が亡くなったわけです。で、これも後でもう一回触れますけれども、そういうふうなあの NATO が今までやってきた、ことに対する反省をなしで、この今の状況を見ていくっていうのはどうしてもこうバランスが悪いのではないか。もちろん今のロシアのやってることに対して批判的な目線を持たなければなりませんけれども、やっぱりこれがあの重要じゃないかと思います。で、今日結構ユーゴスラビアの話をまた後でしますけど、なんで私がこの今日ウクライナの話なのにユーゴスラビアユーゴスラビアって永遠に言ってるかというと、おそらくですね、これから、今の戦争がですねより拡大していくふうになるとしたら、必ずここチェックしとかないと、あのいつもこの場所が、イスラームのとそれからロシアの県内とそれから西洋の価値観の衝突の場所なので、ここ常にチェックしていくことが必要です。これ昔からそうです。ウクライナもそうですね。ウクライナもあの昔からオスマントルコ、トルコの力とそれからロシアの力とあのハプスブルク家ってまあヨーロッパの力の狭間にあったところですけど、だいたいこういう場所をちゃんとチェックしておかないと多分今後見れないと思うので言っているわけですし、あとやっぱりユーゴスラビア紛争っていう1990年代の紛争があの、であともたらされたことっていうのがやっぱりあの日本と非常に深い関係がある
からです。サッカーお好きな人多分おられると思うんですけど、オシムさんって覚えてらっしゃいますかね。あの昔あのオシムさんっていう人はさっき言いました第一次大戦の起こったサラエボ の首都のボスニアの首都のサラエボ出身者 で彼はクロアチアの系列の流れなんですけど、そもそもユーゴスラビアっていうのはいろんな民族が一緒に住む共存しようとしていた場所だったんです。クロアチア人、スロベニア人、それからムスリム、それからあのセルビア人、全部宗教も違うし言語はほぼ一緒なんですけど、マケドニア人、アルバニア人、いろんな人たちが住んでる場所だって。でオシムも、どちらかというとてかオシムもそういうふうに全然違った背景を持つ人が一緒に住むこのユーゴスラビア、あるいはサラエボという都市を非常に愛着を持っていたんですが、結局オシムがあれですよね、ちょうど1990年のイタリアワールドカップで、マラドーナとユーゴスラビア対決して PK で負けるんですけど、その時にから徐々にこの民族の意識が芽生えてお互いに殺し合いが始まりそうな時に、オシムはまあ必死にこう、いろいろな背景の持つチーム、あの選手たちをユーゴスラビアの一つのチームにまとめて、なんとかあのサッカーを戦おうとしていた人でした。これは木村幸彦さんという方がいくつかオシム終わりなき戦いとかオシムの言葉とかそういうので書いてますけど、まあ、そういうふうにあのユーゴスラビア出身のサッカー選手って日本にものすごいたくさん来てます。あのストイコビッチもそうですけど、名古屋グランパスエイト、まあ、そういう意味でこの小さなヨーロッパの南欧というのはやっぱり注意すべきだと思います。でというのは何かというと、ウクライナもそうなんですけど、いつも戦争、ヨーロッパの戦争というのは大国が現場であるだけではなくって、それよりはむしろ大国の間に挟まれた国が膨大な人が犠牲になっているからです。今度は第二次世界大戦を見ていきたいと思いますが、第二次世界大戦なんですが、ドイツとロシアが同盟を組んでポーランドを分割したのが1939年の9月でした。で、つまりヒトラーがポーランドを侵攻して、その半月後にスターリンがポーランドを、占領して仲良く半分こしたんですね。でところがその後その独ソ戦ということで、やっぱりその間では受け入れがたいものがあるということで、ヒトラーとスターリンは戦争を始めていくわけですが、この独ソ戦で亡くなった人、独ソ戦で死んでった人、あるいは強制収容所に入れられた人、これはほとんどポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、それから、ブルガリア、ルーマニア、そして旧ユーゴの諸国なんですよ。アウシュビッツどこにあるかご存知ですか？アウシュビッツってドイツ語ですけど、オシフィエンチムっていうポーランドなんですよね。ね、トレブリンカ。トレブリンカってものすごい絶滅収容所で、ただ人を殺すために存在していた収容所ですけど、あれはワルシャワから車で 1,2 時間行ったところ。これもポーランドにあります。ものすごい多くの収容所や、ものすごい多くの激戦地、そして多くの人が殺された場所っていうのは、実はこのドイツとロシアの間に位置するわけです。で、ですからこの地域は、ヒトラーにも蹂躙されたし、スターリンにも蹂躙された。二重の苦しみを浴びてきた地域です。ウクライナもそうです。で、ちょっとウクライナのところに入っちゃいますけど、最初そのウクライナっていう国はソ連ですね、ソ連っていう国の一部でした。で、その地域にヒトラーが1943年42年に攻めてきてウクライナを占領したわけですね。でウクライナの人にとってソ連っていうのは、そのある意味統治者であって権力者であってウクライナの人をいじめる人とも捉えられていました。でそこにドイツ人がブワーッとやってきてウクライナを占領しました。いいですか。さてそしたらウクライナの人にとってナチスっていうのはどう見えたでしょうか。結構な人にとってあのナチスが解放者に見えたんですね。でそうするとウクライナの人の少なからぬ人たちがナチスに協力をします。これをコラボと、コラボレーションのコラボと呼んでます。でナチスありがとう、これでロシアの、ソ連の支配からちょっと免れられるということで、
ナチスに感謝した人さえいたわけです。でしばらくのドイツが占領していくんだけど、しかしナチスっていうのはひどい国なので、もうどんどんウクライナの人たちをこき使って、ユダヤ人も虐殺していって、あれドイツなんか解放してくれたけど悪いやつかもしれないと思っている時に、今度スターリンがそこを戦争で、もう一回奪い返します。そうするとウクライナの人にとってソ連っていうのは、こういうふうに映るわけですね。せっかくドイツが解放してくれたのをもう一回占領した、でさらにナチスに協力したコラボの人たちを全部シベリア送りにするわけですから、やっぱりある意味でこうソ連っていうのは、あのなんて言うんでしょうね、侵略者にも移ったわけです。でそういう人たちにとっては、あのそういうふうな、つまりウクライナはネオナチが非常に、強い国ですけれども、その背景には、おそらくこういう歴史があるんですね。二重に踏みにじられた歴史だからややこしいんです。あのナチスが完全に悪だって言えない、だからプーチンがあのウクライナのことをネオナチの集団というふうにずっと罵ってます。これはまあ間違いです。ゼレンスキーはユダヤ人ですから、それは間違ってるところもあるんですけど、ただ歴史的な背景からすると、まあ、ナチスに協力したウクライナの人はたくさんいたということは間違いないわけですよね。でそういうふうに非常にややこしい地域をちゃんと見ていかないとダメです。でこれをティモシー・スナイダーという歴史家はブラッドランズ、流血地帯というふうに呼んでます。で、3番のところちょっと飛ばします。後で読んどいてください。じゃあ3ページに行きます。じゃあこういった歴史からそのウクライナの現代史を見ていきたいと思います。で、ちょっと地図を見ながら見ていただきたいんですけど、ウクライナという地域はですね、まあ、ドニプル川流域によって右と左に分かれている場所ですが、非常に豊かな穀倉地帯が広がっているわけですね。これは中学校の教科書で確認してきましたけど、習う国土地帯、黒い土地帯と言われています。で、昔からですね、ここに来ると結構こう肥料なくても育つっていうことが言われていて、多くの人たちにとってこの地域はですね、水田の場所だったわけですね。だからかつてからこのウクライナと呼ばれた地域は、さっきも言いましたように南からはイスラーム勢力、東からは、ロシアの人たち、西からは、そのヨーロッパの人たちが、まあ、虎視眈々と狙ってしばしば紛争するという場所だったわけです。で、今回の侵攻も、まあ、農業大国ロシアの農業大国ウクライナへの侵攻であるということをもっと重視すべきだというふうに思います。今穀物価格が上がってます。日本でも、どんどんとね、大変です。家計が今大変ですけども、この背景には、まあ、ウクライナがものすごい穀物の輸出国であるということもあるんですけど、ここを押さえていただきたいんですけど、日本はウクライナから穀物ほとんど輸入してないんですよ。じゃあなんでこんなに上がるのかということです。で、一つは、世界中の穀物を、の流通を握っているのは、世界でおよそ4社非常に大きな穀物の商社が握っていて、それがかなり6割7割を占めている状況です。で、そこのさじ加減によって世界の穀物の流通が決まってしまうわけです。じゃあ例えばカーギルとかですね、そういう穀物商社の、株価をちょっと2020年からウクライナ侵攻が始まってからのその株価を見てみてください。あるいは、その地域そのすいません、穀物の商社の、利益を見ていくとどうなってるかっていうと、ものすごい上がってるわけです。でやっぱりこれ当然みんなもう穀物心配だって言って買い漁るので、ものすごく値段が上がってしまうわけです。それが1点目です。それからもう一つは、これが忘れられがちなんですけど、ロシアという国は穀物も生産してますが肥料も生産してます。で、植物の栄養っていうのは主に3つあるわけですね。窒素、リン酸、カリです。窒素、リン酸、カリウム、このうちのリン酸についてはロシアは世界のトップです。で、このリン酸が流れなくなっちゃってきた。で、そうするとそのリン酸をどっかから買わなきゃいけないということで肥料価格が上がります。で、さらに多くの農薬は石炭と石油由来です。
石油と石炭が上がると一気に穀物は上がります。トラクター、石油を動かさない、石油を入れないとトラクターは動きません。だから穀物が上がります。化学肥料、これも石油を使います。石油を使わないと上がりません。それから促成栽培、冬でもキュウリが食べるためには重油をガラス温室で燃やさないといけません。油が必要です。でそういう意味で今の農業構造自体が、油や石油をですね必要としている状況であり、しかも肥料を海外から輸入しないと無理であるという状況であるということが穀物を上昇させているということになります。で、このチェルノーゼムと呼ばれている土壌が、ウクライナにあるということがやっぱりこれは重要でして、ドイツ、ナチスがどうしてウクライナを欲しがったかというと、ナチスドイツ のほとんど、北部はですね昔氷河期でガリ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 削られてしまって、土壌が奪われちゃったのであまり肥えてないんですね。だからドイツは化学の力を借りてなんとか土壌を化学肥料で、豊かにしようとしているので、おそらく化学企業がものすごく発達したと思います。今のバイエルとかもそうですけどね。はい。でそのドイツにとってウクライナっていうのは喉から手が出るほど欲しい場所でした。現代史においては特に、そうだったんですね。で3番のところものすごく詳しく書いてあるので、ここ全部読むと大変なことになるので読みませんけれども、簡単にどういうことが書いてあるかというと、第一次世界大戦の後ですね、ドイツはこのロシアとですね、手を結ぶわけです。あ、手を結ぶんじゃない、すいません、ロシアと戦争していました。第一次大戦の時にドイツはですね、オーストリア・ハンガリーとトルコと組んでロシア、フランス、イギリスと戦争してました。でロシアと戦争してたんですけど、ある時ドイツはいい面白い提案を考えたんです。ロシアを倒すために内部から崩壊させてやれと考えたわけです。でその方法はどうやるかというと、ロシアで革命を起こさせれば勝手に潰れていくだろうと。でそうしてドイツにこうウクライナとか転がり込んでくるだろうと思ったわけです。これ今でもささやかれてますよね。プーチンになんで CIA は資格を送らないんだとかよく支えてる人がいますし、ロシアからなんで革命が起こらないんだということを願っている人もいますけれども、ドイツはそう考えたわけです。それで、当時、スイスのチューリッヒに亡命していたレーニンという名前 の革命家をドイツはわざわざ封印列車の中に詰め込ん、列車本当に封印したんですよ。もう全く見えないようにして列車に積み込んで、スカンジナビア半島経由で船も経由してロシアに掘れと革命を起こしてこいって投げ込んできたんですね。でそうしたら本当に革命が起こっちゃった。でやったドイツ成功ってことで、ロシアはすぐに停戦をします。で停戦した結果、なんとドイツは第一次大戦の時にウクライナを得ることができたわけです。でこの時ドイツの人は大喜びしました。なぜか、第一次大戦っていうのはドイツをめちゃくちゃ飢えさせていたからです。第一次大戦っていうのは世界で初めて大規模な飢餓戦争だったと言われています。どうやってかっていうと、ドイツの敵であるイギリスが世界のに冠たる海軍力を使って、穀物がやってくる船を全部捕まえたわけです。でドイツに穀物を行かせないようにしました。これを海上封鎖というふうに呼んでます。今でいう経済制裁とも近いかもしれませんが、穀物が来ないようにするわけですね。でこの結果ですね、ドイツは次々に飢えてカラスを食べたりどんぐりを食べたり、もうギリギリのご飯の状況で76万人餓死者が出て、そのうち半数は子どもでした。で、そんな中でまさにチェルノーゼムを持っている国土地帯あるウクライナを得たっていうのはものすごいこう朗報だったわけですね。はい。でその後ですね、ウクライナはそのドイツのものでドイツが占領してたんですけど、しかし結局ドイツはですね、イギリスやフランス、そして参戦してきたアメリカに負けます。で負けた結果、せっかく手に入れたウクライナをもう一回ソ連に返さなきゃいけなくなったわけです。ところがその時すでにウクライナは俺たちはロシア人とは違うと、
ウクライナという固有の民族であるという民族主義が盛り上がっていて、もうレーニンに組みしない、ウクライナだけの社会主義国を作ろうということで独立しようとしました、ところがこれを、モスクワレーニンたちは軍事力で、風圧したわけです。でものすごいややこしいんですけど、その結果最終的に今4ページの真ん中ぐらいに来ますけど、結局その結果ウクライナはソ連の一部として一つの国になりました。でそうなると、何が起こっていくかということになります。5ページちょっと飛びます、すいません、5ページ見てください。ソ連の一部になったというところまでお話ししましたね。でソ連の一部になった後ですね、実はウクライナで非常に大きな悲劇が起こります。これが何かというと、5ページの最初の3、歴史の戦争ウクライナの大飢饉と書いてありますが、この大飢饉が起こりました。計3回起こってるんですけど、一番大きかったのは1932年から33年の大飢饉、これをホロドモールと呼んでます。この名前をちょっと覚えておいてください。おそらくこれからニュースに出てくる可能性があります。いいですか、これちょっと今日帰って宿題してもあれですね、チェックできないですけど覚えておいてください。ホロドっていうのは上という意味で、モールというのは殺戮という意味です。で、この時にロシアどうしてウクライナで、飢餓が起こったの、実はこれ400万人から800万人ぐらいというふうに言われています。飢餓、これものすごい数って分かりますかね。はい、松本の人口が25万ぐらいですか、ぐらいですよね。すいません、これ計算にするにはまずかったですね。それの10倍は少なくともなくなってるわけですね。でこれは歴史研究者としてもこれは間違いなくあったということは否定できません。でこれどうして起こったかというと、ソ連が社会主義国なので全員に平等に食料を手渡さなきゃいけないという使命があったわけです。でしかしそれは、農業の盛んな地域からたくさん穀物を集めてそれを分配しなきゃいけないんだけど、その時に例えば日照りが起こったり、あるいはこう災害が起こったりすると穀物生産量下がっちゃうわけですね。でもモスクワはたくさん集めなきゃいけなかった。でウクライナはその農業圏ですので、農業地域なので、ロシア全域に、ソ連全域に穀物を輸出してたんですけど、あんまり生産がその災害でですね、災害というかあんまりこう不作でですね、あんまり穀物が取れなかった時に、モスクワはお前たち自分たちの食うのも出せっていうことで銃を突きつけて大量の食料を得ようとしたわけです。これ強制徴発、あるいは徴発と呼びますけれども、でこれが一つの原因となってこれだけの飢餓が生まれました。でロバート・コンクエストの悲しみの収穫という本をこの出締めで挙げてますけど、まあこれによるとですね、例えば次のような描写があります。5ページの真ん中ぐらいです。7歳のある少年の場合、父が死に母の体が膨れ上がって起きられなくなった時、母は彼に出かけて自分の食物を見つけなさいと言った。8歳のある少年は両親が死んだ時家を出た。9歳のある少年は母が死んだ時父の気味の悪い挙動に驚き家を去った。別の9歳の少年も母親から自力で生きていくように言われ泣いて別れたと言われています。でこの時期のウクライナの悲劇っていうのはものすごいたくさん研究そして資料が残ってます。で、これも間違いないですが、人肉市場が現れました。人の肉が売られました。でそれも写真も残ってます。でこれは本当にもう信じられないぐらいの飢餓でして、この歴史っていうのはなかなか中学校や高校の教科書で教えられてないんですね。でナチスはですね、ちょうど33年に政権を取りますよね。でこれを宣伝に使うわけです。どういうふうに使うかっていうと、ほら社会主義国だからこういうふうに人を飢えさせるんだと。俺たちナチスは第一次大戦の時にドイツが飢えたことを反省し、そしてそれを克服するために、さっき言いましたよね、農業が一番大事だと、農民こそがこの国の屋台骨だということを、約束すると、そして農民にちゃんと援助をする。で二度とこういうふうなことが起こらないようにドイツを飢えない国にするとナチスは約束して多くの票を得たということを言いました。でその時のプロパガンダとしてこのウクライナのホロドモールを利用するわけです。
で、もう一つこのウクライナの大飢饉っていうのが今を考える上で重要なのはこういうことなんです。今のウクライナの、ゼレンスキーいやウクライナの、歴史家たちはこの、ウクライナの大飢饉のことを、ジェノサイドと呼んでます。いいでしょうか。ジェノサイドっていうのはどういう言葉かっていうと、ある一つの集団ですね、あるいはその、民族をそれを一部もしくは全体を、抹殺する、もしくは打撃を加えるために、その迫害をしていく、つまりある一つの集団ですね、例えば何でしょうね、民族的な集団をやっつけるために、この迫害を起こすということをジェノサイド、1944年にポーランドの出身の国際法学者のレムキンという人が作った言葉です。ジェノサイドというふうに言います。で、今のウクライナの言い分だとこれはロシア人がウクライナ人を抹殺しようとして考えたテロリズムでありジェノサイドだと言ってます。じゃあプーチンは何と言ってるか。プーチンはこれは確かにこういう悲劇はあったけれども当時のモスクワはそんなに悪くないと、これはむしろ自然発生的に起こったものでウクライナ人を殺そうとしたわけじゃないということでジェノサイドではないと否定しています。でこういうふうに歴史の認識をめぐって今世界中で、紛争が起こっているわけですね。これが一体ジェノサイドだったのか、あるいはそれは違うのかということで歴史が戦争の道具にされています。原爆もそうです。プーチンは原爆をどう見ているかご存知ですか。ご存知ですよね。原爆はアメリカがやったもう史上最大の悪 の現象だということを声高に叫んでいますですね。で、それに対して日本はいまいち原爆に対してアメリカの気を使ってですね原爆に起こった悲劇について国際社会に訴えることができていないどころか核兵器禁止条約にも署名してないわけです。でこれはプーチンにとっては反アメリカの非常にいいプロパガンダになるわけですね。アメリカは原爆落とした国だろうと。でこういうジェノサイドを起こすような国が今世界を支配している、このアメリカが悪いことをしていても当然じゃないかということで、その自分たちの正当化をするわけです。でおそらくオバマがこの前、広島に訪れましたよね。謝罪はしませんでしたけど広島に訪れたのも、で安倍さんが真珠湾の謝罪をしたのもおそらくこういうふうな歴史紛争が背景にあると言われています。だからこれからですね、おそらくいろんな意味で歴史が塗り替えられたり使われたりしていくと思うんですけど、このホロドモールというのも使われると思います。そういう意味でこの20世紀の歴史というのはまさにこう胃袋の戦争、飢えというのが非常に深刻なものとしてあったということです。はい、で 5ページの下は飛ばしまして6ページに行きます。はい、で、ここでもこれも先ほど言ったことの繰り返しになってきますので、繰り返しになりませんけれども言いませんけれども詳しくはこのレジュメを読んでいただければさっき のジェノサイドの話分かりますので、後で5、6ページの上の方を読んでいただきたいんですけど、この何重のにも この辺りに職責を残したということについては、読んで非常にこう面白い小説があります。日本語でおっぱいとトラクターと訳されてしまった小説なんですけど、これは現代ではウクライナ語版トラクター少子という本です。でこれはですね、今こそ読まれるべきだと思っていて私のトラクターの世界史という本で引用したんですけど、どういう本か、今英語で100万部のベストセラーになった本です。ドイツの難民キャンプで生まれたウクライナ人で今イギリスに住む社会学者のマリーナ・レビツカというウクライナの人が58歳で初めて書いた小説です。でこれはウクライナからやってきた、ケア労働者の 難民の人が、ロンドンに住んでいるこのレビツカのお父さんに言い寄って80歳ぐらいのお父さんに言い寄って結婚しようって言って偽装結婚をして遺産を分取ろうとしている。でそれに対して、レビツカが、をモデルとするこの主人公がなんとかこのウクライナ人難民を追い出そうとするっていうそういうホームコメディなんですけど、このまさにこう、
ウクライナの人々、ウクライナの女性たちがどんどんとこうヨーロッパに渡って底辺労働をしているっていうことがまずこの小説の中に描かれているし、でさらにこのお父さんっていうのはもともと実はあの独ソ戦での時にトラクター技師としてウクライナで活躍していた人でした。これ実際にそうなんです。でウクライナっていうのはこれも皆さんは結構ミスリーディングされる方多いんですけど、農業国でもあるんですけど、旧ソ連圏ではもう有数の軍需大国で工業国です。で、例えばあのトラクターとかについてはあのハリコフですね、昔ハリコフと言われていたあの場所っていうのはものすごいトラクターを生産してソ連中にあのこうあのどんどん輸出していた地域です。でウクライナもすごい優れた技師をどんどん輩出していて、工業都市がたくさんある地域でして、今もその軍需大国として非常に多くの兵器を売っている国ではあるわけですが、このお父さん、このウクライナ語版トラクター商士のお父さんもトラクター技師だったわけです。でこのお父さんが死ぬ前に一つ残しておきたいと言って書いたのがウクライナ語版トラクター商士という冊子 でこの冊子がこの小説の中で何度かこう引用されていきます。でここにあるのがまさに独ソ戦の状況なんです。どういうことか、お父さんはウクライナ人ですね。でウクライナにいて、でソ連のこういろいろなこうあの攻撃っていうかソ連のいろいろなその飢餓とかでですね、いろいろ不満を持ってたら、なんとドイツが西からやってきてウクライナを占領してソ連から解き放ってくれたと。でお父さんはドイツ側についたわけです。でトラクターの技術を使ってナチスのためにいろいろしてるわけです。でところが今度結局スターリンがまたあの戻してきてウクライナを再あの占領した。そうするとお父さんはどうするか、逮捕されて殺されるわけです。そこでお父さんは逃げる。で逃げる中で逮捕されていろいろな拷問を受けたりしながら、なんとか最終的に戦後にあの、ロンドンに着いて、ロンドンで、まあ、難民生活移民生活を送っていくという、そういう苦難の歴史が、まあ、ここにあの書いているわけですね。でこの小説には2つのことがあの書いてあるわけです。一つはウクライナという地域から多くの移民がすでにプーチンがクリミアをあのやあの戦争をする前からずっとたくさんヨーロッパに向けて移民がいたということ、これ後でもう一回触れます。それから二つ目はあの、その何度も何度もこう踏みにじられたということです。さて今のちょっと脱線ですが、今のニュースをちょっと思い出していただきたいと思います。ドイツという国が、レオパルド2という戦車を供出するということがあのニュースでこの間話題になってました。で多分こう中学生や高校生の人はたかが戦車でなんであんなにニュースになるのかと思われている方も多いと思います。で、これはですね、私のようにナチスを研究している人間にとってはあのレオパルドっていう言葉を聞いた瞬間にもうガーンっていう感じです。これ分かっていた、あの今から説明します。実はあのプーチンがあのウクライナに侵攻した後ですね、ドイツはあの一気に防衛費を上げる、で、どんどんと軍需産業を活発化して今の国防軍をあの復活させるということをあの国会で決めました。その時の国会の様子っていうのは僕は本当に怖かったです。怖かった。プーチンもものすごい怖いですけど、ドイツがまた湧き起こってる。でそれは緑の党やあの社会民主党もまさにこの一致団結で、この軍事力を上げるアップさせるということにもろ手を挙げて賛成したわけですね。でしかしもちろんそのドイツが軍需大国になるっていうことは第二次世界大戦の記憶を呼び起こすことになるので、表向きは外交上はこう軍国主義イエイって感じにはなっちゃいけないんですね。だからショルツ首相はずっとレオパルド2世ですね、2っていうのをウクライナに供出することをやだやだと言ってきたわけです。で、やだやだと言っておく中でポーランドがじゃあ俺のとこにあるレオパルドを出していいよねってことをまずプレッシャーでかけました。繰り返しますけどポーランドにとってはもう次はポーランドだっていう意識があるわけです。でさらにポーランドっていうのは法と正義っていう今あのかなり右派の政権を握ってまして歴史家もかなり弾圧されてきています。
でそういうふうな国ですから、どうしてもこうナショナルな方向に行く。でさらにアメリカがエイブラハムでしたっけっていう、あの戦車を出してもいいって言った。でそれでショルツはなんとかレオパルド2っていうのを出すこと、供出することに決めたわけですが、レオパルドってどういう意味ですか。レオパルド、ね、これがポイントなんですよ。ヒョウという意味ですね。なドイツという国がネコ科の動物をあげたら要注意です。ティガー、タイガーですね。タイガー、パンター、これもヒョウという意味です。ティガー、パンター、レオパルド、これはナチスが誇る開発した戦車の名前です。ティガーもパンター1、2、3とかですね、あのレオパルドもそうです。だからレオパルド2っていう意味が分かりますよね。レオパルド1はナチスが開発したんですよ、戦車なんです。でじゃあウクライナに BBC の人がニュースでこう言って、ついにドイツがくれますね戦車って言った時に、民衆の人のインタビューを私見てみましたけど、ああそうだろうなと思ったけど、民衆の人なんて答えたか。確かにこれでウクライナの軍事力がアップしたことは喜ばしいことだけど、また再びドイツの戦車がウクライナを走るっていうのはやっぱり嫌だって言ってたんです。またって意味わかりますかね。100年前の記憶が蘇ってるわけですよ。ドイツの戦車が走った、レオパルドが1が走った時代、その前はティガーが走った時代、その前はあのパンターというのが走った、あのドイツはその戦車の技術のおかげで第一次大戦をポーランドどんどん電撃戦で勝ったわけですよね。で戦車の技術がどうしてナチスがあれだけあの先駆的にあの導入できたかご存知でしょうか。第一次大戦後ドイツは負けましたね。第一次大戦、今第一次大戦の話してます。1918年11月に後ろから革命が起こって戦争をストップさせました。でドイツは負けました。その後ドイツがもう二度と軍事大国にならない、ならせないということで、ヨーロッパ諸国他の国は徴兵制を禁止しました。戦車を持つことを禁止しました。航空機も禁止しました。それで、でもうとにかく牙を抜いたわけですね。もう二度と軍事国にならない。じゃあなんでそれから13年後にヒットラーは急に政権を取って1935年で戦車でパレードしてるんですね。なんでこんなことができたかご存知ですか。実はこれはあのナチスが登場する前の戦後民主主義だったあのバイマール共和国という国があります。これ世界一民主的な憲法を持っていて、社会的生存権も認めて、女性の参政権も認めて、20歳以上全員あの参政権を持つ、非常に民主的なところだったんですけど、ドイツという国はこの国防力があまりちょっと弱いのは困るということで、ソ連と秘密条項を結んでいました。ラパロ条約という条約を結んで軍事交流をするということで、かなりこうあのそれでこっそり軍事的な力を身につけておこうとしました。それから2つ目、これがさっき あのトラクター少子の話とつながるんですけど、ナチスはティッセンとかクルップとか、それからジーメンスとか、あのダイムラーベンツとかフォルクスワーゲンとか、あの BMW ですね、 BMW とか、もうとにかく自動車大国ですけど、全部軍需産業なんですよね。でこれらの軍需産業が、戦車っていうのは一つの大きなあの儲けどころなんですよね。でフォルクスワーゲンも戦車作ってました。フォルクスワーゲンっていうのは、あここ脱線ですけど、フォルクスワーゲンご存知ですよね。フォルクスワーゲンっていうのはあの、誰が誰に作ってもらったかっていうのはよくあの知られていることですけど、これはヒットラーがあのアメリカのフォードみたいなの作ってっつって、あのポルシェっていう人にお願いしたんです。でその結果ポルシェがめっちゃ安いあの作れるフォルクスワーゲンっていう車を作ったわけです。フォルクスっていうのはあのステーキ屋さんの名前でもありますけど、フォルクスは英語のフォークですね、フォークソングのフォーク、民衆っていう意味です。でワーゲンっていうのはあの車っていう意味です。だからフォルクスワーゲンっていうのは民衆車っていう意味なんですね。でこのヒットラーから、僕がもしフォルクスワーゲンを乗ったらシャレにならないわけです。わかりますね。僕はもちろん持ってませんけど、シャレになります。本当にシャレにならないです。でフォルクスワーゲンはナチスが作ったものですが、戦車ももちろん作ってましたし、トラクターも開発しようとしていました。ベンツもそうです。トラクターも開発していた。じゃあ何をしたかっていうと、バイマール共和国のめっちゃ平和な民主主義の間にトラクターを生産していますと表で言って戦車の開発をしてたわけです。
でそれをうまく使ってヒットラーは戦車を、まあ、急速に、まあ、ものすごいスピードで生産して、1935年の再軍備宣言の時に一応ハリボテでしたけどトラクターみたいな戦車を軍事パレードで走らせて、ヨーロッパの人々を激怒させたわけですね。でその後もちろんこれだけの自動車産業がいますから、次々に優れた戦車をナチスは開発したわけです。それの生み落とし子がレオパルド1です。いいでしょうか。さて今レオパルド2がウクライナの土地を走ろうとしています。私たちは歴史をもう一度繰り返そうとしているのでしょうか、ということになるわけですね。はい。でだから私はプーチン、今ロシアで起こっていること、これはもう本当にロシアもプーチンがやってきたことっていうのは暗殺もやってきたし、これはほぼ間違いないですし、それからまあ軍事大国でやっぱり軍需産業と、それからロシア正教と、それからものすごい権威主義っていうのが密接に混じった生態でして、でこれ自体非常に複雑な状況に陥ってます。でこれもプーチンが独裁的に振る舞っているように見えますが、あらゆるこう軍需産業の力っていうのも非常に強いですし、決してこう一枚岩ではありません。これはどこだったっけ、一冊本を挙げてますので、これ後で読んでいただければと思いますけど、あこれか、2ページの下にラリュエルというロシアとファシズムっていう本を挙げてますので、そのロシアにとってこう軍産複合体、つまり戦争で、兵器でお金を儲けられる会社ってのはどれだけ重要かってことがここに書いてありますので、後でご覧になってください。はい。で、最後に4番に行っていきたいと思います。ここからはほとんどニュースで触れられない点です。構造的暴力とウクライナ問題というところです。ここはちょっと読みながらいきますね。ニュースはなんでこれを取り上げないのかが私には全く分かりません。構造的暴力とは何か、今日も中学生高校生の方がおられるので説明しますが、ヨハン・ガルトゥングという、平和学者という人が社会の仕組みの中で構造化されている不平等というふうに名付けています。これだったらよく分かんないですね。もう少し分かりやすく言う と、直接的にミサイルや銃や爆弾で人をやっつける暴力ではなく、長い時間をかけて人々を精神的あるいは肉体的に苦しめ続ける暴力のことです。大きなものは男性の女性に対する男女差別です。あるいは貧困という、暴力、私たちが経済構造を傾斜、リッチな人がよりリッチになる経済構造を保つこと自体が構造的暴力です。ですね。それから、まあ、そうですね。あと貧困と差別と、そういうもの、そういう私たちが普段暴力ってイメージしないんだけど、こう私たちがでもずっと恒常的に人、ドメスティックバイオレンスのような形で傷つけているようなものを構造的暴力と呼びます。読みますね。ウクライナ、2017年時点のウクライナの平均月額賃金は190ユーロでした。ロシアは474ユーロ、ベラルーシの320ユーロ、これと比べてもかなり低かったんです。ウクライナの人件費が安いので外国資本が労働集約型の産業に投資する動きもありました。これ服部さんと中澤さんのウクライナを知るための65章ってすごいいい本がありますね。これをに引用してます。他方で経済を支配しているのは富裕層のオリガルヒと言います。これロシアのオリガルヒはよく言われるけど、ウクライナもオリガルヒと言います。で、ウクライナで起こった2004年のオレンジ革命、これは西洋化の革命ですね。2014年のユーロマイダン革命、これもそうですが、その背後にはオリガルヒの暗躍がありました。ということはつまり、このウクライナを西洋化していくというミッションを西洋欧米は担っていく中で、それとともにウクライナの低賃金労働者っていうのはとてもおいしいものだった、ヨーロッパにとってということです。でもう少しちょっとこのところを説明しますと、先ほどのレビツカの介護労働者としてウクライナから移民が行ったというのはここで来るわけですね。はい。でこれどういうことかというと、構造的暴力というのは基本的に女性の若い人が被害に遭う、受けることが多いわけです。
でロシアから大量のそういう貧しい地域からは大量の女性がそういうふうな形で介護労働とか低賃金労働に回されていたわけですね。これと同じことが今ドバイや中東でも起こっています。アフリカの貧しい村の女性たちがものすごくお金が貯まるのでということでドバイとかに行って家政婦をするわけです。でお金を持って帰ってものすごいおしゃれな服を買ってきて着て戻ってくるという事例があるわけですが、もちろん家政婦というのは性暴力の温床なわけですよね。でこういうふうなことがウクライナでも起こっているということをまずイメージしていただくわけです。そしてさらに次のポチいきます。ウクライナを含む中東欧諸国は欧米の性奴隷マーケットの供給源になっていることも指摘されています。これは低賃金状態のウクライナと無関係ではない。生活レベルの貧しい地域では結婚詐欺や仕事の紹介という手口で女性たち、その中には10代の前半の少女たちも含まれますが、監禁の上暴力を起こし欧米や日本の店にこう売り飛ばされる、そういうビジネスが割歩しています。でこれはカーラという人の書いた性的人身取引現代奴隷制というビジネスの内側という本で書かれています。ウクライナもその例外ではありません。奴隷解放令、つまりリンカーンが19世紀の半ばに奴隷は解放しますと言って以来奴隷が消えたという歴史観を私たちは中高で教えられますが、これは間違っています。現代奴隷モダンスレイバリーというのはこの前の ILO 国際労働機関と NGO の報告によると4000万人近く増えている。でこれはちょっと古いデータの2480万と書いてますけれども、臓器売買、性奴隷、農業奴隷などを含めるとものすごい数の人々が今奴隷として世界中で使われています。奴隷とは何かということです。奴隷というのは身体が拘束されて働かされている人たちのことです。賃金が払われたらそれは契約関係になるので奴隷になりませんけど、もう契約にならないほどのものすごい安い賃金を払ってもう逃げられないようにする、あるいはもう実際に本当に鎖につながれる、そういうふうな形で多くの人が性奴隷や農業奴隷にされているんですが、実はこれウクライナも例外ではなかったんです。これプーチンが侵略する前からそうだったわけです。でカーラは重要な事実をここで述べています。紛争地、特に難民キャンプは性奴隷やプランテーション奴隷のビジネスの格好の餌食になります。つまり今後ウクライナから脱出できた人々もう難民生活を送りますが、そのような危険にさらされやすくなります。実際に難民として国境を通過した人々に食事や宿泊施設など支援を差し伸べる、善良な人々がものすごいたくさんいました。もう 99.9% そういう善良な人だったということはワルシャワに行ってよく分かりました。あれだけいがみ合っていたウクライナの人たちを本当にウェルカムしたわけですね。で中東の人たちは旅行すると分かるんですけど、もう信じられないほどホスピタリティの高い方が多いです。旧ユーゴを歩いても本当に感動しました。ああそうや、日本ってこういうふうな人たち多かったな、もうちらっとすぐに寄ってもすぐにほらどうした何したって感じで本当にホスピタリティが高いわけです。しかしそれに混ざってですね、人身売買の商人がいたわけです。だって命からがら逃げてきたわけですから、はいじゃあお嬢ちゃんここで働けるよっていうそのことっていうのはかなり魅惑的に響くわけですね。で、こういうふうにひとたび国の対立の解決が暴力で訴えられると、貧困や差別などの暴力にさらされてた人たちに向かって暴力の度合いが濃縮していくわけです。でロシア経済とウクライナ経済を支えてきたオリガルヒは軍需産業で活況化しますわけですね。私はすぐに、ウクライナ侵攻があった後3月株価をチェックしました。僕は株をやらないんですけど簡単です。軍需産業の株全部叩いてみてください。2月3月はものすごい上がるわけです。当然上がるわけですよね。で、そういうふうなドイツもですよ、ドイツもアメリカもそうですが、そういうふうな状況になります。でそうすると、貧しいものはますます貧しくなる構造に拍車がかかります。これが構造的暴力の強化です。そしてウクライナ政府もロシア政府も国内の人々に対して不十分にしか対応できてこなかった過去を、戦争が吹き飛ばしてしまうわけですね。で、この下は飛ばしますけれども、この現代奴隷
モダンスレイバリーっていうのはぜひ帰ってですね、あのインターネットで調べてみてください。で、で9ページの、下の方に行きますね。終わり2のところに行きたいと思います。で、終わり2のところですが、まあ、以上のように今日申し上げたかったことはですね、要するにウクライナのことを本当に考えたかった、今の危機を考えたかったら、必ず過去歴史を知ることが大事ですということが一つ目です。それからもう一つは、ウクライナの問題をウクライナという国だけを見ていたら問題を見誤ることになります。少なくとも隣国ポーランドはちゃんと見ておく必要があるわけですが、それからもう一つはドイツという国です。レオパルド2という戦車が何を意味しているのか、もう一度ドイツの戦車がウクライナを走るというのが何を意味するのだろうか。過去は過去として流れ去った水洗トイレのようなものではなく、堆積のように本当に本当にしんしんと降り積もっていく雪のようなものです。でそれが永遠に溶けない雪として人の心に残っていくわけですね。でそれともう一つは当然今後、まあ、ミャンマーで起こっていること、つまり代理戦争の形でミャンマーで起こっていることや台湾で今後起こりうること、そしてそれの壁にされている南西群島のこと、南西諸島のこと、沖縄を中心とする南西諸島のことを考えること、そして旧ユーゴスラビアのことを考えることにつながっていきます。でユーゴの話を最後して終わりたいと思います。実はこのユーゴスラビアっていうのもこの人身売買、こういう、現代奴隷の、まあ、ものすごい、大きな問題を抱えてきた地域であったわけです。でユーゴスラビアという地域は、非常に特殊な地域だったわけですね。これどういうことかというと、先ほどここに地図がありますようにいろんな国があっていろんな民族があっていろんな宗教がありました。でスロベニア人、クロアチア人、ボスニア人、ボスニャックと言われるボスニアのイスラムの人やセルビア人、これはセルビア正教の人で、コソボに住んでいるアルバニア人、それからマケドニア、ギリシャの系譜が入っている人たち、いろんな民族の人たちが同じ地域に住んでいた、これがユーゴスラビアです。これユーゴスラビアがどうしてできてきたか、これはですね、第一次世界大戦の時ナチスがこの地域を占領したわけですね。でこの時クロアチア独立国という傀儡国家を作りました。傀儡国家と聞いてピンとこられる方おられると思いますが、日本も傀儡国家を作ってました。これはそうです、満州国です。満州国は日本の傀儡国家で、ユーラシア大陸の西にビューンと目を移すとこちらにナチスの傀儡国家があったわけです。アンテパベリッチという、こんな覚えなくていいですよ、覚えなくていいですよ、クロアチアの人を首相に据えて、このクロアチアにヤセノバツ強制収容所という収容所も作りました。ここはナチスはノータッチですが、ここで、クロアチア人は、クロアチアの、すいません、クロアチア独立国は、大量のユダヤ人ではなくセルビア人を虐殺しています。で、ユダヤ人ももちろん殺しましたし、なんといってもこの地域はロマ、ジプシーと別称で言われるシンティロマの人たちがたくさん住んでらっしゃるんですが、この方たちもものすごく殺しました。で、このクロアチア独立国からこのユーゴの地域を解放しようとしたのがパルチザンだったわけです。パルチザンっていうのは自分たちが兵士でなくても森にこもったり湖の近くに住んだり、動いたり移動しながら、敵をやっつけるという手段ですね、やり方ですの人々のことです。これも満州で同じことありまして、満州国でも日本が大量の土地を韓国人や朝鮮人の方や、あるいはそう中国人の方から土地を奪って多くの貧しい日本の農民を移民させましたよね。でそれで奪われた人々たちの幾人かの人たちはもっと多くの人たちはパルチザンとして山にこもって日本の人たちに襲撃を加え続けてきたわけです。その一人が金日成だったわけですね、キム・イルソンだったわけですけども、これパルチザンの歴史っていうのがユーラシア大陸でちょうど同時期にこう起こっていたっていうのはとても重要です。でここはこの時のユーゴスラビアのパルチザンは誰か、リーダーは誰かというと、ご存知の通りチトーという人です。
チトーがここを支配というかパルチザンとして戦っていました。そしてこのパルチザンのメンバーは誰だったかといいますと、ここにはまさに民族を超えてですね、クロアチア人もいたし、ムスリムもいたし、セルビア人もいたし、いろんな地域からやってきた、いろんな宗教を抱いた人たちがただ反ナチということで一体化して、ここの戦争を戦ったわけです。でちょっと裏を見てください。10ページの裏にありますけど、この写真をちょっと見ていただきたいんですけど、今この旧ユーゴスラビア、ごめんなさい、でこの写真を見ながらちょっと話を聞いていただきたいんですが、チトーという人は結局このクロアチア独立国やナチスをですね、自力でやっつけて、解放するんですね。でその結果、このチトーが解放した地域はソ連の言いなりにならないで、社会主義国を建設することができました。ですからユーゴっていうのはインドネシアやエジプトと組んで、いわばこう第三世界じゃなくてですね、一つのこうどちらのにも使わない独立外交っていうのを打ち出して、独自路線を突っ走ろうとした地域です。で、それはインドネシアはもちろんスカルノですよね。スカルノがこの西側にも東にも使わない第三の道を得ようってバンドン会議っていうのをインドネシアで開いた時、当然チトーはここに来ていたわけですね。でところがバンドンはですね、アメリカにとって非常にこれは危ないですね。こういう第三の道ができるってことは、ソ連との戦いの間で非常にまずいので、 CIA を派遣して、この共産主義者たちがこの第三の道をインドネシアで見つけるってことは非常に危険で、こいつらはなんと夜は魔術を起こしながら人をものすごいこういたぶっているっていうデマを流させて、この虐殺を煽っていくという事例がありました。これ1950年代末に、ジャカルタ のインドネシアの虐殺事件があるわけですが、これはジャカルタメソッドという本の中に詳しく書いてあるので、それを見ていただければと思いますが、こういうふうに第三の道を目指すとかすごい攻撃をさらされるわけです。でチトーも一応ユーゴスラビアっていう国を作って、いろんな民族の人たちをそこの場に住まわせるっていうことを無理やりまとめていましたが、スターリンからはもう何回も暗殺の人たちが送られてきて、その度にかわしていたそうです。でもちろんチトーっていうのも器用方変がありまして、独裁者だったので、もちろんこう批判点もたくさんあるんですけれども、チトーはある意味カリスマだったっていうこともあって、違う民族でなんとかまとまることができた。しかもそれはナチスと共通に戦ったという神話があったわけですが、ナチ党が死んだ後に徐々にユーゴスラビアで民族意識が芽生え始めるわけです。で、チトーの時代にたくさんのパルチザンに勝った後で、パルチザンで亡くなった人たちを称えるモニュメントとお墓が各地にあって、私はユーゴスラビアで旧ユーゴでその地域をぐるっと回ってきました。でそのお墓の一つがこの写真です。今ですね、この旧 ナチスのために戦ったパルチザンの墓が、ぶっ壊されてるわけです。はい。でここにはハーケンクロイツが書いてあります。そして、もう一つはウスター社といって、当時そのクロアチア独立国の、暴力集団の家のマークもちゃんと書いてある。でこのクロアチアの、これはサッカー のファンの人たちですね、人たちがやったと言われてますけど、文字通りハンマーを持っていろんな民族のお墓が書いてあるお墓ですよ。パルチザンの墓なんで、そのドッコンボッコン壊して、藤原さんこれ2ヶ月前に起こったんだよっていう案内してくれた学生が言ってくれました。でこれどういうことかっていうと、未だにナチスに対しての一つのシンパシーを持つ人たちがこの地域にはいるということです。でこれどういうことかっていうと、ちょっとこのまた後ろの地図を見ていただきたいんですが、ユーゴスラビアがそういうふうに民族意識が芽生えていって、最初に独立したのがスロベニアでした。これはほとんど血は流れなかった。でその次がクロアチアでした。これは結構戦争になりましたが、最後に、非常に悲惨になったのはボスニア・ヘルゼゴビナです。ここのサラエボにオシムがいたというのは先ほどお話ししました。オシムはついこの間までコーヒーを飲んでた仲間が殺し合う、ただ民族が違うというだけで殺し合うという状況に絶望しながら、なんとかチームを組み立てようとして、でこれが独立した後もボスニア・ヘルツェゴビナチームっていうのを率いようとして、いろんな民族の背景をただ能力主義だけで集めようとした人物だ。こんなのが全然日本のサッカーのファンにはなかなか伝えられてないわけですけど、
まあ、そういうふうな人だったわけですが、それはさておき、クロアチアが独立します。でこの時クロアチアの独立の時の大統領どういう人だったかご存知ですか。トゥジマンという名前ですね。トゥジマンという人なんですけど、このトゥジマンという人は歴史修正主義者の歴史家です。どういうことを言ってたかというと、このクロアチア独立国というナチスの傀儡国家がセルビア人をあれだけ殺したっていうのは嘘だ、私たちはそんなふうにセルビア人を殺さない、クロアチアっていうのはそんなひどい国ではないし、クロアチア人というのは立派な人であるっていうふうにして、歴史家としてその数字をものすごく低く見積もった人です。そしてつまりある意味ナチスを称えた人なんです。ナチスのやってきたことを称えた人がクロアチア独立をの大統領だったわけです。でこれはあまり触れられないことです。でねじれていることに、このクロアチアをどこよりも最初に承認した国がありました。これがドイツです。ドイツは統一ドイツで、東ドイツ西ドイツは統一したばかりで、自分の国が不安定なのでいち早く友好国を作りたかったんだけど、そういうふうなナチスに賛同している大統領のクロアチアといち早く手を結んでしまったわけですね。非常に矛盾ですよね。で、こういうふうな問題を抱えながら、この非常にねじれた国際状況がこのウクライナにある、ウクライナじゃない、旧ユーゴの地域にあるということをイメージしていただきたいと思います。で、コソボでもこの前この木村幸彦さんという本がの方が書いているように、コソボではこの前ここの少数民族であるセルビアの人たちが、人身売買ですね、臓器売買のために捕まえられて、殺されて新鮮な臓器をどんどん売られてしまったという事件があったりしています。で、まあ、こういうふうな状況の中で私たちはやっぱ何を考えていかなきゃいけないのか。でここはまだなんとかギリギリですね。セルビアはプーチンに対して近いんですけど、ただ一方で微妙な距離を取りながら EU にも顔を向けているという絶妙な状況に今います。ただセルビアの多くの人は決してプーチンに対してプーチンに対して強烈に批判的ではありません。むしろ西側に対して非常に不信感を持っています。なぜか NATO が空爆をしたからです。はい、NATO が空爆をしてセルビアを空爆するし、セルビア人虐殺を歴史修正で改良したクロアチアを支持し、ドイツが支持した。そしてその空爆はベオグラードに空爆をして多くの市民が亡くなっています。で、さらにコソボにも空爆しました。で、それを決断したのは時の首相、大統領クリントンです。クリントンは未だにコソボで、英雄として銅像が立っています。この前も、なんと空襲記念ですね、空襲が起こって何十周年っていう パーティーじゃないですけど、そういうイベントをするぐらい、このセルビア、すいません、NATO の空爆というのは非常に高く評価されています。もちろんセルビアもユーゴ紛争の時にものすごい多くの人を殺しました。これもミロシェビッチという人が、セルビア人の、まさに大セルビア主義を唱えてクロアチア人やボスニャックや、アルバニア人をたくさん殺しました。でそれに対して NATO はもう空爆でしかこれを防ぐことはできないということで結局空爆をしますが、この空爆は結局民間人を殺したわけです。でさらにそのベオグラードやコソボの空爆を印象悪くしたのが何だったのか、ここでようやく結論というか話がつながるんですけど、実はナチスがこの地域を掌握するときにナチスはベオグラードを空爆しているわけです。だから1995年の NATO の空爆はナチスのから50年目にまたドイツに空爆されたというふうに考えるわけですね。ですからナチスの記憶が蘇るわけです。そこにレオパルトですから、だから歴史を知らないとこの地域は分からないというのはそういうことなんですね。でこの時に、ベオグラードで、ずっと退避命令が出されてたんだけど家族がいるということでずっといて、おられた詩人が山崎佳代子さんです。で山崎佳代子さんは有名な詩人でたくさんの優れたエッセイを書いてらっしゃいました。僕は大好きですが、彼女のパンと野いちごというものがあります。もうすぐ終わりますね。でこの、パンと野いちごではまさにこのセルビアで
NATO の空襲を受けた人たちの聞き取りがこの空襲の後になされています。このラドゥードロビッチさんという人の高校の教師の記憶をインタビューするとこういうことになるんですね。今その NATO の1990年代の空爆について聞いてるんだけど、そのおじいちゃんの記憶をまず語り出す。おじいちゃんは、1941年から42年までかけて飢餓のために多くの人が死んでいったという記憶を言っていたと。で、大戦中はクロアチアの、あるリカ地域からセルビアのマチバというところに送られてしまった。で、その時代ずっと食べさせてあげられるものがなくて、母親たちが川に投げた子どもたちのことを思い出す。僕の父親は今でも夜に目を覚まして叫ぶことがあるよと言ってます。で、つまり今でもナチスに占領されたあの記憶っていうのがおじいちゃんを通じて刻まれている人たちが1990年代にユーゴ紛争に巻き込まれているわけです。で、さらにじゃ あの僕の戦争はどうだったのかっていうことを説明するわけですが、ユーゴ内戦では、クロアチア あのビンゴブッチの経験を語るわけです。4家族で食料をかき集めて食べたと。ちょうどあの経済制裁を食らってましたから、停電で冷蔵庫が切れると肉を食べまくったと。なぜかというと冷蔵庫が切れるともうすぐに腐るから、楽しかったぞと。一部は腐ってしまったからみんなで一緒に食べたと。で、こういう恐怖心と苛立ちから飲んでは食べたと。で、一体自分はどうすればいいかわからないから食べるだけ食べ飲むだけ飲むということを思い出していらっしゃいました。それが1979年までの作家、僕より3歳年下ですが、この方もそのユーゴ紛争の時に最初は食べるものに問題はなかった。しかし停電があって同じように焼肉大会になって、近所同士で声をかけ合って肉がなくなると、今度はだんだん冷蔵庫じゃなくて食料庫にあるいろいろなものが分け合い、喧嘩が始まっていくと。で、イラクサも食べる。で、僕は13歳でいつも飢えていた、全てに飢えていた、人生に飢えていたのだ。戦争に飢えることから始まって、戦争ゆえの飢餓に僕らを導き、最後はまた飢餓ゆえの戦争に終わる。そんな螺旋状の渦巻きに巻き込まれることに従いたくない。で、こういうふうな、経済制裁と空襲でセルビアで飢餓が発生したということはあまり知られていません。で、翻って今 NATO とウクライナの関係性をもう一回思い浮かべてみると、もちろんそのセルビアが善で、クロアチアが悪だったということを言いたいわけではありません。セルビアもものすごい人を殺してきたわけです。で、ところが NATO が善かって言ったら、それもまた今までの歴史からするとそんなことは言い切れないし、ドイツ、レオパルトを出したドイツっていうのはやっぱり戦争をちゃんと反省して日本と違うぜっていうことを言い切れるかということも一方で考えなければいけません。だからといって日本がちゃんと歴史と向き合ってるかって言ったら全然向き合っていないわけです。で、こういう今日非常に複雑な話をしましたが、僕の考え結構シンプルだと思うんですけど、そういう形でこの、今の歴史、起こっている歴史を見ていきましょうという、呼びかけをさせていただきました。すいません、いろいろ長くなってあちこち飛びましたけれども、用意してきたものはこれで以上です。最後までご清聴ありがとうございました。